こ。なんで私こんな場所に。なんなのこの場所。あれは。何あれ。生き物なの。その指輪をしているあなたは戦えるはずだよ。これはこんなのいつの間に。さあ指輪に願いを込めて。それがあなたの力になる。願い？さっき死んでるようなものだって言っていたけど、まだ死んでいないでしょ。ここで死にたくはないでしょ。うん。その思いを力にするの。大丈夫。その指輪をつけることができたあなたなら。さあ急いで。わかった。これチュチュ。リフレクターあなたの力よ。リフレクター。その力で敵を倒して。でも私はもう足が。それに力って何？まさか素手で戦うの？大丈夫。この力があれば現実の怪我は関係ない。あなたのその足も動くはずだよ。足が、膝が痛くない。動く、動ける。それに今のジャンプ。さあ早く武器を出して。武器を出す。あなたの思いが力になると。その指輪に。右目と同じ
青色の剣。青い目？な、何これ？それに髪も！さあ、戦って。あなたの力で。すごい、こんな風に動けるなんて。なんだろう、これ。嬉しいな。西田さんの声。西田さんの気持ち。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。嬉しい。これから楽しみだな。これさっき憧れか。あのコンクールに出た時、私もこんな気持ちだったかも。夢に見た舞台、すごい人たちと一緒に踊った時間。あれ嬉しいな。今までのはさっきまでの感じがなくなってる。いや別に。あとそのサナでいいよ。私も勝手にひなこちゃんって呼んでるし。わかった、よろしく、サナエ。うん、私先生に会わないと。それじゃあまた後でね。時間がほとんど経ってない。もしかして夢だった？あれ？これ。早く入らないと。というわけでスタートが少し遅れちゃったけど、今日から一緒に頑張りましょう。白井さん、
自己紹介をお願い。白井ひな子です。これからよろしくお願いします。じゃあ白井さんはあの空いてる後ろの席に座って。はい。ホームルームを始めます。これからよろしくね。